はい、どうも、水井です。本日の動画はね、オリックスから来た剛腕、K 鈴木投手のシート打撃登板に挑む若武者2人、ドラフト1位、浅野翔吾選手にドラフト2位、萩尾正也選手。まあ、鈴木投手、現在特例2023の対象選手としてね、出場選手登録を抹消してます。その最終挑戦に挑むこの2人、浅野選手は7月21日、まあ、後半戦前にね、ファームに合流しまして、再スタートを切りました。一軍では3打席で3三振でしたけど、本人の中では前向きに捉えてますんで、まあ、本当のプロ生活、ここからです。一方の萩尾選手、インスタンでの打率を落としてまして、まあ、きっかけをつかもうと、早朝からいつも打ち込んでます。はい。ポーチプロ野球チャンネル。はい、ほぼノーカットでいきましょう。室内です。浅野選手1打席目、まあ、マウンドの後方あたりにネットをね敷いて、まあ、そこに打ち込むんですが、まあ、この水井が勝手に打球の行方を判断します。まずは1球見ましょうか。やっぱりね、鈴木投手150キロオーバーのまっすぐ、迫力あるですね。ファールボール。しかしね、原監督が浅野選手を褒めてました。やはりレベルは一つ抜けてるねと、打球が違う、フリー打撃のスイング、打球見て2月からの成長を驚いてました。会話してもね、物事をしっかり考えて一日一日を大事に使っているなと、まあ、あとはいかに実戦で出せるかというのが課題になります。原監督、実戦というのは打たせまいとするボールを放るわけだし、それをまた打たなきゃいけないというところは、プロの非常に難しいところだろうねと。まあ、総合的に判断して、ファームでもう一回課題をクリアしてきなさいという英才教育です。まあ、甘めですけど、仲間へ安打ですかね。まあ、そんな浅野選手に聞いてきました。水井デスク担当直入に、一軍はどうでしたと聞きました。本人、本当にいい勉強になりました、いろんな方のいろんな考えを聞けて、ね、貴重な時間になりましたと。じゃあね、誰の言葉が一番印象に残ってるんですかと聞きました。浅野選手、まあ、いろいろあるんですが、中田翔さんの言葉ですね。俺も大阪桐蔭からドラフト1位でプロ入りしたけど、1年目は1軍すら行かせてもらってないからなと。1軍を少しでも経験できることは本当に大事、それをお前は経験できているのはいずれ必ず力になるぞと、まあみたいな感じですね。萩尾選手、ナイスバッティング。まあ浅野選手、一軍で結果は出ませんでしたけど、ファームでやってきたことは出せたそうです。バットのしなりを効かせたスイングとかね、亀井打撃コーチも、あいつすごい成長してたよと驚いてましたからね。まあ、ただ、ヘッドをすぐに返してしまう点は今後の課題だそうです。しなりがね、効いてきたのをもっと活かすためにも、まあ、その点を含めて、まだまだ伸びしろは無限大にありそうです。一方の萩尾選手、高いレベルで悩んでますね。一時期インスタンでの打率3割6、7分あったんですけど、今3割を切ってます。この打球がね、センターフライにしましたけど、ちょっとどこまでか難しかったです。本人、6月はいろんなことを試しながらね、より良いものをと思ってやってきました
とは話していましたけど、まあ、ただここに来て結果が出てない。石井打撃コーチには押っつけて引っ張れと、そういうスイングができていたんだぞと言われてました。押っつけて引っ張る、右方向に押っつけるようにグリップを出しつつ最後に引っ張る、難しい。まあ、プロ入りして1年間野球し放題の世界ですから、まあ、やはり疲れはきます。今年はね、酷暑ですし、ちょうど体が重くなる時期だとも思います。まあ、タイミングの取り方、バットの出し方、軌道、少しずつズレが出ているんだとも思います。ただ萩生選手ね、いつ会っても笑顔ですし、何事もポジティブに捉える選手ですから、このプロの壁もまあ難なく越えてくるでしょう。なんか話したいことバーッと話してきましたけど、浅野選手カウント3ボール1ストライクファールボール、まあ、浅野選手も萩生選手もとにかくいい経験してます。間違いなく近未来はね、巨人の中心にいる選手ですから、今は目の前の課題を、まあ、課題がたとえ何百個あろうとね、個人差はありますから、一つ一つ潰していく、クリアした時の垢抜けた2人が楽しみですね。萩生選手ナイスセンス。まあ、今や秋広選手がね、不動の3番になってきましたけど、1年目2年目たくさんの課題をこなしてきましたから、ドラ1、2コンビとにかく一生懸命なんで、こちらも見てるだけで気持ちいいです。もう確信めいたものがあります。近未来必ず中心にいると。この2人がね、どういうふうに育っていくのか、どういうふうに超一流になっていくのか、この動画でね、追いかけられれば最高です。なので、今のうちにポチッと押しといてください、皆さん。チャンネル登録。原ジャイアンツ、今、若返り図ってます。育成しながら勝つ、こんな難しい課題はないんですが、まあ、それをね、原監督こなしつつ優勝戦線にも残ってると言っていいでしょう。一軍に今います門脇選手とかね、中山ライト選手、ピッチャーでは井上投手とか横川投手、田中千春投手、松井颯投手、まあキリがないです、挙げたら。堀田健信投手、まあ、三軍に浅野選手とね、同い年の妻選手も必死に磨いている最中ですしね。何度も言いますが、焦らず一歩一歩前に進んでもらいたいです。それがファンの願いだとも思います。というわけで鈴木投手、計22球、まあ、実戦復帰、まあ、近々一軍に呼ばれるんでしょう。このあとね、ブリンソン選手、そして浅野選手を打席に立たせて、実戦感覚、もう一度磨いてました。浅野選手はね、これで新岡二軍監督に、まあ、新岡二軍監督が気づいた点を、こうやってアドバイス指導、いつも会話を持って悩み相談も受けたりね、新岡選手、選手じゃない監督頼りにしてます。浅野選手、はい、そんな感じでいきましょう。ありがとうございました。